皆さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。<laughs> え月曜日7時になりました。わらびんちゃん応援ラジオ PTA パートと楽しくアイエナーのお時間です。今日のあ,ありがとうございます。拍手もいただきました。今日の 担当は、えー、宮島真一ではなく、えー、みみ三原小学校 PTA からやってまいりました木名育子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、そしてアシスタントは FM 小山の池代めぐみですはいよろしくお願いします,しお願いします超久しぶりですよねだいぶだいぶ だいぶ久しぶりで一年経ちますか。一年ぐらいは経つかなと思いながら今日ね,はい、はい、ね宮里小学校のねあの可愛い可愛い,かわい,い素敵な子供たちが来るのをとても楽しみにしておりました。<laughs> はい。そしたらなんと。はいはい ハンサムな,ンサムなダンディーな男性方がやってまいりましていらっっしゃってねこの後、うん、あとお迎えして楽しい時間になるなと思っておりますので、えー、1> 1時間皆さんお付きき合いいいいたただきたいと思います、えー、さあ、えー、と宮里小学校ということですので皆さんのメッセージなどがありましたらぜひぜひ送ってください。 ツイ、えー、キャスユ、えーストリームからもメッセージ送れますしそしてメールアドレスはご存知の通り 761‐fmcoza.jp から送れますのでどうぞ、えー、送っていただければと思います。 この一週間あれだね台風の話が多かったね。うねもう一週間ごとにね、ね土日のイベントがもうことごとく潰れてね中止になったり延期になったりと。延期にねなるなるたところはねはい、はい、良かったんですけれども、はい、中止になったところは結構運動会とかあった学校さんも多かったんじゃないですかね。そう,そうですしね。ね<ー>なんかこう中止になるっていうのは悲しいですよね。それに向けてずっとね頑張ってきたね。本当に本当に。主催者側の思いがね,ね<ー>あるからでも。 やっぱり台風には負けられて負けますもんね仕方がないというところで,で、ねはい、まあでも切り替えて、はい、もうこのあと台風ないんじゃないかなっていうような時期にも入ってきていますので、はい、今週末またまだまだね沖縄イベント目白押しですので、はいはい、天気に恵まれますようにと願いながら、えー、どうぞ皆さん、えー、と週末はね子どもたちとたくさんこの沖縄のイベント楽しんでいただきたいなと思います。 はい、この後、あの沖縄市でもいっぱいありますよね。そうですね。ね、十一月の入ってからのイベントもありますし、うん、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい。宮里小学校もね、なんかイベントがたくさんあるようなので、この後、えー、はい、ね、聞けるので、ね、<た>聞いていきたいですね、うん。はい、楽しみにしています。もう十月も終わりますね。ね、明日で終わりですからね。そう、ハロウィンだしね。去年のハロウィンはね、なんか暑かったイメージがあるの。うん 半袖でやった気がしてるんですね、私の中で。でもね、寒いよね。今ね、やっぱ台風一過ということで、気温もぐっと下がってね、30代切りましたからね。う明日ハロウィンの洋服どうしようっていう、夏物しか準備してなかったから、どうしようっていう、今、また帰って準備をするところなんですけれども、ハロウィンは何か来ます いやーもうやらないですからね。あ,えー、あのみんなで番組でほらパーソナリティの方で来て、<laughs> そう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 。や,やったりするんだ。あ番組のことでね。あハロウとやったりしてる番組もありますね。あなるほどですね。私、はい、たちはそれを見て楽しむ側です。<laughs> あそうなんです。私ねこのねはい、はい、あのハロウィンですごいあの思い出があって去年。 はいはい、ハロウィンの日に息子が風邪ひいて病院に行ったんですね、ま、小児科に。はい、そしたらあの朝一から結婚式があって私、うん、あの黒い洋服を着てたんですね、はい、仕事着を。そしたらあのお医者さんに「これからハロウィンですよね」って言われて「<laughs> であ、うん、そうですけどでもあの息子さん風邪ひいてるので行かせないでください。お母さんだけは 出席して構いませんのでって話です。<laughs> いやいやいや,いや私これドラクラドラキュラの格好じゃないし、<laughs> 魔法使いでもないし、あの。はいあの <laughs> 服なんですけど仕事着なんですけどっていう普,通普通の洋服なんですけどすごい言われてあのもうお母さんのね格好見たらわかります今からお母さん行かれますよねお母さんだけ行ってくださいお子さんは行かないようにしてくださいねい逆にお母さんだけ行かせるっていうのもなかなかねちょっと恥ずかしいんですけどと思って <laughs> あはいわかりましたすいませんはいわかりましたって言って僕はもう素直にね素直に受け止めてあの小児科を後にしたという,うあの寂しい辛い思い出をなんか今。<laughs> 思い出しましたけれども、はい、まあそんなハロウィンも近いということで、うんえー、さあこの後、えーえー、CM の後は宮里小学校のあのダンディーな方々をお迎えして番組を進めていきたいと思います。はいね、それではこの番組は、えー、沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りいたします。 さあ、皆様始まっています。ワラビンチャ応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナ。今日はですね、宮里小学校から、えー、たくさんの可愛い,い子供たちではなく、<laughs> はい、素敵だ素敵な、えー、方々が来てくださっています。それでは、そうですね、自己紹介からお願いしたいと思います。私のお隣からお願いします。はい、えー、皆さんこんばんは。こんばんは。えー、宮里小学校の 共闘、えー、しております知念哲也と言い,います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ししますそしてお隣お願いいたします。はい、えー、皆さんこんばんは。こんばんは。まあ 宮里小学校、ダンディ2号、PTA 会長、諸見里泰年でございます。ますありがとうございますイスンディ、はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ダンディ1号は知念教頭先生、<laughs> ダンディ2号は諸見里 PTA 会長ということで、はい、今日は、えー、と3人で、えー、とプラスとして米グも一緒にね、はい、楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、宮里小学校、 運動会、どうでした中止<分><ご>になっ,った。あ,<ー>あ、延期です、ね。延期。延期。えっと、この日曜日だったんですかね。はい、本来ならば日曜日だったけれども、はいはい、延期になった日はいつに変わったんですか 今度の日曜日の同じ日月はい5日ですね日日、はい、5日の日曜日に,に延期になりましたなるほどですね、はい、まあその分また練習もちょっとできるかなっていう、はい、さらにまたね子供たち頑張ってますので先生方と一緒にあなるほどですね、はい、運動会あのは何かこういつも宮里小学校ならではの何か取り組みとかありますかそうですねはいやはりこう6年生のエイサーありますよねなるほどはい。はい 1年生がまず玉入れをやりますね、の可愛い子どもたちが玉入れをするんですけども、2年生の子どもたちは、ですねいいんですかね、全部、ぜひぜひ教えてください。じゃあ、コマーシャルということで、2年生はですね、高架ダンスですね、顔を歌いながら、ダンスをあれ、でも先生、高架ダンスって、あんまりもうやって、そうですね、うちはでも、毎年、先生、かかどうちょっと分らな見ですけどい。 はい、取り組んでいるんですね。へえ。三年生が五色綱引き。あ、五色ですね。五色綱引き。五色の色の紐、綱を見たことないですね。はい。えっと綱引きがですね、五本ありましてそれぞれ色が違っていまして、であの各クラスの子どもたちがこの五本こう並べたところで、はい。 まあ向かい合って用意どんんで綱を引き合うんですけど、まあどれを引いてもいいんですよね。はいはい、で先にまあ五本中三本を、うん、あの選手すれば勝ちということで、はい、なので子供たちがこうどこの何色の綱を引くかっていうところでまあ作戦があったり臨機応変にこの中棒いたりというところでとっても面白いですよ見ていてそうなんですね、はい、やるともっと面白いんですけどはい。はい あ、大人でもやりたくなるような。うん、はい。あ、そうなの、ね。あ、見たことないですね。うん、ぜひらてくださ。はい。ぜひ。はい。そして四年生は。四年生はです、ね、あ、台風の目あまさに今回台風が来たんですけれども、はい、台風の目ということでこう子供たちがですね棒を持って、三名一組ですかね。棒を持ってこう、えー、ずっと先の方にあるカラーコンを奥回ってゴールするという。 はい、競技なんですけどもどこれもまたチームワークが必要なところなんですけど5年生がですねこれも結構のいろんな技があって、はい、今あの取り組んでるんですけどなかなかね難しい技もありながら、はい、え先生方がこうアドバイスしながら子どもたちは自分たちで考えながら。はい ということで取り組んでいます。あ、なるほどですね。エイサーということなんですね。はい、お隣、私はそのえっと三原小学校なんですけども、うん、やっぱお隣でもこんなに違うんだなと思って、<ー>今聞いててその五色綱引きですとか、高華ダンスは私たちがね子供の時代はどこの学校でもあったようなね、うんうん、感じですけど、うん、今あまりないですもんね。そうですねあ、でもいいですね。その高華ダンスも五本綱引きも、うん、そしてやっぱ運動会でもう一つ楽しい。 コーナーといえば PTA のたま入れ競技ですね。PTA コーナーたま入れ競技なんですね。はい。どんなかあの一年生と一緒にこう入れるっていう感じですか。入れるだけ。そうですね。あの昔はよくありましたよね。かけっこですとかリレーですとかやっぱり以前はありましたね。ねでも最近こうなんかくなってきつつあるなっていう感じがやっぱりあるじゃないですかね。ついついあの子供の子に帰ってはい。 <laughs> もうあの足腰ついていかないので無理しちゃって走りすぎてですね <laughs>、まあ、転ぶとか怪我するとかってあやっぱり同じですよ、うちも学校もやっぱそういう理由で玉入れさせない競技をしました<ー>あの大きな段<ー>ボールでっていうてブロックしてっていうのも、あのー、あそうなんですね、でも子どもたちや親御さんたちが出るだけで盛り上がりますもんね。 そのそれだけでまたテンション上がったりしますもんね。ということでじゃ運動会が一週間後に変更したということなんですね。はい、なるほど。宮里小学校といえばもう子どもの人数がね。ね今何人ぐらいいらっしゃるんですか。えっと、今千一百三十三名。生徒たちが集<百>、はい、ってますね。千一百三十三名。はいはい、もう県内で県内で一番だと思いますね。ねはい。県内で一番。うんはあ すごい、もう運動会もじゃもう大変な大にぎわいになるような感じですよね。ねはい、運動会の前から大変なんです。<laughs> 場所取りですね。そうですよね。宮里小学校は運動会運動場が真ん中にあって、まあよもう運動場の中でその周りで皆さんあぶ体育館ですとか。いやもう運動場の周りだけではもう、はい、もう感染できませんのでそ,そうですよね。うん、実際の工程。 あと教室は教室と体育館を開放して、はい、教室もですか？まあ一部ですけどね。<laughs> あ、なるほど。一階ですとか一部開放して教室でもそうなんですね。それでやっとなんとか父兄の方が場所を取ってっていう。 で、観覧するときだけじゃ、こう。見に、見に来て、いろいろの出番がある時。時だけっていう。あ、そうなんですね。本当に大きなもうイベントですもんね。そうですね。あ、そうです。私も宮里に来て、あの、びっくりしたことなんです。先生、何年目なんですか。私、今、三年目ですけど。そうなんですね。あの、ピーのこの費用を活用させていただいて。仮設トイレをレンタルするんですよ。それも八機ですね。八個。八機レンタルして。はい。 出ないとこうやっぱこうトイレがまかないなくてですねへ<ー>子どもたちももちろんですし保護者の方も、ねはい、来ますのでこのトイレのレンタルとでもう一つは警備員もです、ね、4名学校2周年お願いして、はい、これまた PT の,あの協力費を活用させていただいているんですけど、はい、要するにこう渋滞してしまうと地域の方に大、ね、変ご迷惑かけますのでそう,ううそういうことでな、はいよう そうなんですね。他にはないあの取り組みというか、あの PTA か PTA のこの会費の使い方ですよね。うん、私たち学校でもあまり聞いたことないです。トイレ八機レンタル。うん、そうなん。までもそれでもやっぱりね、<laughs> うねもうずっと引き離しってことですもんね、はいうん。今回こう運動会が延期したことで、はい、当初予定していたあのあ何ですか、学の会社が。はい イベントとかちゃってるということで、はい、ええー、レンタルができなくなってきた、<laughs> もうどうなることやろうと思ったんですけど、なんとか、まあ。はい、あのー、他の企業さん、あのー、大丈夫ということで、当日は、まあ、間に合いそうですね。<laughs> わこの台風によって、その手配もまたしなくちゃいけないっていう先生たちの心もあって、はい、子どもたちの笑顔が見れるんですね。はい あ、そうなんですね。でもそこにはやっぱり PTA の皆さんの協力があってこそっていう。あ、でもなんか今ちょうどね今日来てくださってる教頭先生と PTA 会長なので、なんかこう協力しあってる感がもうそうそうダンディ社とともに今回の延期もですね。やはり会長来てもらって、ままあのタイがこう接近するってことが分かった時から予約取りやって、もしかしたらえっと延期もあるかもしれない。でこの 場所取りの時間帯ももしかしたら土曜日最接近なので、はいうん、この辺もちょっと考えましょうねということでお互い連携しながら最後の延期の決定もですね、はい、会長も一緒にね、はい、あのー延期図を私たちもたまたまあの娘を、はい、送りに行く晩になっていて、うんはい、で行っていざ帰ろうかなと思ったらおいでって。<laughs> <laughs> <laughs> ああまあ、どうせもうこの話で分かってましたので運動会どうするのかなと思って、はい、一応話して一応天気図も見,見ながら検討して、まあ、最終的にはまだ後日決めるとその相談も受けながらというああそうなんです、ね、非常に気を遣うんですねやっぱ延期というのは保護者の方の,このお弁当の準備だったりとか、はい、で延期した際の,この週末には必ずまた別な行事が入ってます,ね、はい、そうですよね。この時期 保護者さんもいろんな行事がありますので、はい、そういう絡みとかですねまたなんとか押し切ってやってもやっぱ風にの影響がありますので安全、はい、面が一番テントが飛んでしまったり、はい、ですとかいはいありますものね、はい、実際私、うん、あの先生方からそういった話聞くじゃないですか、はいはい、で妻はどうなの台風延期するの <laughs> いや わからないって、僕は口止めして。会場、これまた、あの、公言しないです。また、決束しないように。会場の権限で、奥様までっていうのはやっぱり。この辺はもう立ちじゃないですけど。ただ、やっぱり、一旦一回、こう、決断しても、いろんな、こう、天気の動きとか。台風の動きとかですね。そういうのもあるので、いろんな、こう、理由で。こう、随時変わっていく。ことですので。ちょっと、まだ、最終決定するまでね。時間がかかります。もし、しね、もう、はい。 去年もそうえは台風が来るということになってどうしようかどうしようかってその直前まで去年もですね台風というよりは台風に伴って天気が崩れそうと日曜日がこう危ういということで実際こう テントの準備がありますよ運動会とかいろんな甘い準備がたくさんありますのであ、はいはい、それが、あのー、ちょっとできそうにないとなるほどもしかしたら当日にテントをあげないといけないという,う判断があって、ねうん、へでもちろん子どもたちは朝早くは出,せ出すことできませんしそれでねガチ相談して、うん、はいその時も大変でしたね結構砂も用意してそうですよねぬかるんでますしね当日がでできてもそれまでに、うんはい 運動場の状態が良くなかった場合はやっぱり延期にせざるを得ないのかとかまた悩みますしねその時も延期になったっていうその時はですね本当にありがたかったんですけど部活の関係者の方々保護者の方またコーチ監督さんがいろいろ動いていただいてまた PTA の方も朝来ていただいてですね6時からだったんですから去年は本当にみんなで準備を整えることができて。 全く時間開始時刻も遅れることなくできたんですよ。PTA だけではなく部活の府警であったり地域の方に支えてもらってそうなんですね今回も台風が接近しそうということが分かった時点でいくつかの部活の方からはできることがあったりしても声かけてくださいねというのがあってですね 本当に支えられています。宮里小学校の父兄の皆さんは愛にあふれてますね。はい、<laughs> まあ先生たちがねのとの連携がまあうまく取れてるからこそっていうところなんでしょうね。そうですね。はい、なるほど。今度その運動会の後ですかね。また秋祭りもこれは PTA 主催になるんですかね。うん、そうですね。ありますよね。P はい、秋祭りはいつになるんですか。秋祭りは11月の18日。 18日に秋祭りがあってっていう秋祭りはどんな特徴とか毎年やっている定番で面白いものとかって何かあったりするんですか最初は舞台でイベントですねなるほど三振クラブでしたっけの三振からあとは地域のあとまた卒業生の去年はダンスをしたりですね。 であととちょっと私の,あの知り合いで大道芸人がいましてお、はい、その方をですね、はい、呼んで去年は非常に <laughs> あの盛り上がったんじゃないかなとあいいですねでちょっと今年もちょっとお呼びしようかなとは思っているんですけどなるほど,るほど予定されてるってことなんですね、はい、でそのじゃ体育館の,そのステージイベント以外にもまた

ええ、万華鏡じゃないけど、そういったものを作ったりとかです。万華鏡だったんです。去年、去年でしたっけ、万華鏡。万華鏡。うん、パイプとかでですね。はい。パイプとかで、手作りをみんな、みんなでやってもらうっていう。そういったのをやりましたので、また今年前、そういった感じになるのかなと。はい、思っています。学校だけではなくて、学校の、また、あの、周りの方を呼んでっていうところが、またいいですね。はい。参加してもらって、一緒になって。はい。 その秋祭りがその十八日ということなんですね。はい、楽しみですね。ここは伊豆の体育館でやるので、台風と縁がある宮里小学校 <laughs> でもその日はもう開催できる <laughs> ということなんですね。はいはい、はい、きっとできるかと思います。さあ、えっ、ー、とですね、曲にも行きたいんですが、この後曲紹介の前にあのメールがちょっとたくさん届いていますので紹介しますね。 えっと、はい,さーい、さいこんばんは、あれれ、宮島さんも、沙織さんも、お休みですね。宮里小学校の皆さんということで、これ、こ,この、これだけかな。あ、はい、はい、来ています,す、ね。ルドルフさんからね。はい、え、ね、ルドルフ、えっと、二千六弟子さんから。はい,はい。そして、ダンディさんが出た、ダンディさん方の出演ですよ。運動会は延期ですねっていうお話もありました。そして、野の,の中の、えっと、銀の。 これはホタルさん、高、はい、果ダンス、まだある。あやっぱりあるところもあるんですね。<laughs> そして、教頭先生、若そうですね。ルドルドフさんから来てます <laughs> 若そう。はい、そして、同じくルドルフさんから生徒数多いんですね。沖縄市には2クラスしかない小学校もあるようですが、はい、まだまだありますね、少ない、えー、クラスの学校もありますが、宮里小学校、多いようですね。 ヤーマンさん。はい、さーい。ということで、いただきました。ありがとうございます。さあ、この後もあのツイキャス、そしてユーストリーム、またメ、E ーメ,ーーメールからのメッセージお待ちしております。それでは、ここで一曲お届けしたいと思います。はい。えっ、ー、と、どちらから先いきましょうかね。えっ、ー、とですね、諸見里 PTA 会長のリクエストからお願いします。じゃあ 数学なので曲紹介もお願いしていいですか？お願いします。えっとあ、そうかじゃ紙渡してみきましょうね。お願いします。これですね、実はあの私が中学校の文化祭だったかな、文化祭ってあったかな。そんなのでみんなでこの舞台に出てバンドした記憶があるんですよ。それがですね、ザモッズのバラッドをお前に。 はい。さあわらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナお送りしております FM 小座のスタジオから生放送でお送りしていますさあ今日は、えー、宮里小学校から知念教頭先生と諸見里 PTA 会長 のダンディーなお二方があのお越しいただいておりまして、早速あの追キャスでルドルフさんから PTA 会長さんも若いですねと。<laughs> <laughs> <laughs> はい。先ほどで教頭先生若そうですね。からに続いてあの来ております。はい。あのめちゃくちゃダンディーで若くて素敵な先生と PTA 会長の方にお越しいただいております。さ、えっと先ほどは宮里小学校のえっと今後のイベントのことをお伺いしましたが。 今度はですね、せっかくですので、えー、教頭先生と PT 会長の子供の頃、<laughs> <laughs> そうえっとですね、電波を通してお話ができる <laughs> ないんでしたっけ？<laughs> そもそも子どの頃って、はい、何,何十年遡れるんだろうっていうあなるほど、まあ小学校の時とあんまり覚えてないですよね。ね部活は何かしてました。はい なりやってなくて諸見里会長自分は野球をあ野球を野球いつまで続けられたんですか結局ですね自分は中学校1年の終わりまでですねあそうなんですねまあ中学校まで続けてっていう感じで野球少年で1年教頭先生はなんか小学校の時はやってなくて中学校中学校はバレーボールやってましたねあそうなんですね <laughs> もうね、そのそこからは広がらないけれども、あのあれでしょ、N G ワードなら広がりそうな感じなんですよね。そういうふうにいくという感じですね。やっぱりそうですか。ちょっと話しづらい。やはりそこに行きましたが、今の子供たちとご自身のが子供子供時代なんかこうちやっぱ違うなって感じることってありますか。こう学校にいてまあ学校で P T 会長として。 そうですねあの、うん、自分なんか時代っていうのはなかなかやっぱり親っていうのは学校に来ない例えば部活にも来ない、はい、まあ、うん、そんなに記憶がないんですよ。はい、で自分は今大人になって、はい、やっぱり子どものことをやるようになってるので、はいはい、やっぱりあの結構大変だなっていうのは。 あ、なるほど、あ、でもそれは感じますね。頻繁になか行くこと多い気がしますよね。参観日もなんか増えた気が。増えてますよね。そんな感じは、ね、なんか。回数ですか。回数が、なんか一年間の回数が。毎月に近い。毎月ほぼ。やっぱありますよね。増えてる感じがします。中年共同先生、何か感じることあります。まあ、先生に。あ、部活に。スポーツ、でもいいですし、こう。そうですね。あの。 私たちがこうやってる時代は、やっぱりあの恩師の方厳しかったですよね。はい、ああ、なるほど。うん、この、はい、こう練習に対する姿勢、あ、もちろん今はそうだと思うんですけど。はい、この、なんていうんですかね。その時にはね、はい、こう叩いたりということもあって、ってこう、そういう意味でも厳しさは、えー。あったかなと思うんですけど、今はね、はい、子供たちの実践を尊重しながら、はいうん。このスポーツの楽しさをっていうところで、はい、その辺は大きく違うかなっていうあ。なるほど。 その子供の頃の違いっていうのはそういったところがあるかなっていう。やっぱりですね。エネルギー。多分です。あのもういっぱいで話したいことあるんでしょうけれども、あの電波に乗せられないっていうところがね。この辺がですよね。もう普通に喋っていいのかな。でも普通に喋るとこれちょっとまずいので。まずい。あの編集がで一応聞かないのであのすぐ乗ってしまいますのでね。はい。まああのその。 先生たちの子供の頃の時代で親がまあ頻繁に出入りするようになったのかなということとさっきねちょっとお話ししたんですけれどもあのあれですフォークダンスね今ないんですもんね覚えてますフォークダンスってこうなんかこの時のドキドキ感とか覚えてます好きな子がこう順番に <laughs> 来るのかっていうのをう数えながらっていうのは。 良くないですそしたら曲が止まったとか。みんながえーってこの。この絵はみんな一緒なんでしょうね。もうすぐ来たのにっていう。でもなかなかでこう恥ずかしくてこうなんでしょう。手と手がふ触れない状態で踊る子もいれば、ガシッとちゃんとね手をつないで踊るっていうこともあったりとか、あの時にこう逆に好きになってしまうとかっていうのも。 なんかあったりとかね、ね、いくこうまあね甘酸っぱい系な話してるんですけど、今日はなんと初恋の日らしいですよ。あ、今日初恋の日。初恋の日ということなので、ぜひとも。ぜひとも。お二人の初恋。これは覚えてますで、覚えてますでしょうし、お話できますね。初恋。うん。初恋の日、えっと10月30日。そう。初恋の日。 じゃあ今度は諸見里会長から初恋ってもしかしたら多分小学なのかなと思うんですけどでもやっぱり小学校の記憶ってもうすでにない感じなんですね何々ちゃんっていう言葉もちょっと覚えてない感じですかでも絶対いたんじゃないかなと思うんです忘れますか初恋今の奥さんでね多分満足されていらっしゃるからだと思うんですけどもはいいこと言いますね 京都先生は<え>、はい、すごい大体何年生ぐらいで小学校だと思うんですけどねやっぱり、ねはい、何々ちゃんっていう同じクラスだったかなと思いますけどねでも,あでもやっぱりちょっとな覚えてない感じですか、うん 覚えてるかな多分あのメイクさんあれですね先生たち声大きい男性だったと思いますいや実は実はですね私今度は本当今度土曜日あの同窓会があって中学校のははい今ここで行っちゃうとまずくなるんですよねその立場でそういうことなんですか後のことを考えてってことですか大人の対応ありがとうございますでも覚えてはいるんですか いやだあなんとなくこうんですどなるほどですね名前言っちゃうとその子が「あっづくないな」って <laughs> なるかもしれないかなというあなるほどでは初恋に続いて、まあ、ダンディーなお二方に「バレンタインデーのチョコレートは一番多い年で何個でそれはいつの年だったか教えてください」。 いや、これも言うだけだな。いや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 、でも、ほら、あ、いく、いくつです、いくつ。いくつ。まあ、十個くらいじゃないですか。<あ>す,ごすごいですね。十個ですか。諸見里会長、十個なんですって。ちょっと、言わちゃった。<laughs> <laughs> そして、智年教頭先生は。あの、もらった記憶あるんですけど。うん、はい。 もらったかっていうのはちょっと覚えてそんなの多くなかったんじゃないかなとあなるほどまあちょっと重なる少し重なって両手で持てるぐらいはあ両手で片手で持てるただあのこのハート型のねチョコレートがあって今でも覚えてますよねしくてあなるほどですねそう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 ハート型でちゃんとお返しも。

はいえー、とこの後は知念教頭先生のリクエスト曲を、はいはい、ではせっかくですので曲紹介をお願いします。じゃマイケル・ジャクソンの「えー、ビート・イット」ですお願いします。 寒いですよね、まああ、立ってるだけですからね、あんまり動きがないですからね。僕はあの <laughs> 横断歩道が 候補委員長、あ、ぜひ入ってください。はい。候補委員長。はい。候補。あ、すごい。ああ

なんかそういう先生との会長はそういった曲選んでます。はい。思い出の曲を選んだ。あ、どちらでも。すさすが先生たちこれ必要ないですね。会長も。あのさっき詰まったら惜しいですから<ー>。<laughs> 詰まることなく<ー>。<laughs> 30秒はい。夢とい,やい,いですねもうかなってるじゃななっっるる<や> <laughs> <laughs> 大丈夫ほどど、はい、あじゃあこののの話と子頃学生自体どんな少年だた さあこの番組はわらびんチャー応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナお送りしております。この番組も後半に差し掛かったところで有力なスケッタが登場しております。それではね。さあではあの自己紹介お願いします。<laughs> はい皆さんこんばんは。こんばんは。ええー、遠山健一郎です。はいえ,ー、えっと、はい、広報委員長をしてます。はい今日はラジオの裏側をちょっと、はい 講師として載せたいなと、はい、ちょっと取材がてら、えーはい、来ました。ありがとうございます。なんか時間を8時だと8時、はい。いやいやいや。で,で,でも来てくださってありがとうございます。先ほどですね、まああの宮里小学校のあのイベントのお話をしていただいた後に先生たちのあのもう子どもの時代ですとか初恋ですとかバレンタインねのお話とか聞いてきたんですけれども、<ー>富山院長の子ども時代ってどんな少年だったんでしょうか。はいはい とってもしくて、はい、おかげで、えー、将来の夢も、はい、なんかタクシーの運転手という <laughs> 地味な, <laughs> なるほど運転手が夢だったんですけど、はい、今じゃその、はい、夢じゃなくて、はい、まあ別のお仕事。 なるほどでですねで広報委員長として宮里小学校のイベントなどを撮影しては広報にあげて皆さんにご覧いただいているという,そうなりますすごいです、ね、広報委員長として頑張っていらっしゃるということで,で今日もじゃあその撮影取材がてらに来てくださったということで少し番組も,もう後半に差し掛かったところなのであのここでですね えっと、宮里小学校の教頭先生そして PTA の方々に、えー、夢宣言をしていいいたただきたいと思います <laughs> ま夢はその、まあ、今のお立場、まあ、教頭先生として PTA としてっていうことも必要だと思うんですがまた個人として一一人の人として、はい、あのこういった夢を将来持ってますっていうのが聞けたら嬉しいなと思います。それではど,どなたかからいきましょうか <laughs>

居酒屋とかちょっと作って、はい、第二のステージ満喫できたらいいなと思ってます、はいはい。なるほど、みんながこう集まって集える場所っていうをことを提供しながら。 そこで楽しい時間を過ごしたい。今も集まってますけどね。あ、なるほどですね。それをきちんとした形で。きちんとしてて。でもね、あのじゃ会員第一号立候補します。いいですね。今今度募集してますので。あ、わかりました。はい、美和津小学校に行きます。はい。ありがとうございます。はい、遠山委員長は自宅にカフェをっていうことですね。はい。ビールビールが飲める美味しく飲めるカフェ会員制ということで素敵ですね。ねえ行きたい行きたい。 さあそれでは PTA 会長諸見里会長お願いしますはいえー、と私はですねこの番組3回ぐらい<あ>、えー、出演させていただいて、はいはい、いろんな夢を、はい、行ってきました恥ずか全て叶わないという,というか <laughs>、はいまあ、ただ今はですねまだ子どもも中学生と小学生におりますので、はいはい、子どもたちが まあ元気にすくすく自信を持ってですねえ生きていってほしいなと思ってますのでまずはあの子どもたちが成長するまでえまあ子どものサポートをしていきたいなというふうに思っていますまあ実際今もやってはいるんですけどまあなかなか仕事もあるのでまあ思うようにはいかないところもあるんですけどまあ頑張っていきたいと思いますでいまあ未だにですね第1回目に行ったあのゴルフ 大好きで昨日も台風去ったあとにもかかわらずゴルフ行ってきまして散々な結果が泣きそうな気分なんですけどこれはもうずっと続けていきたいなと思ってますのでゴルフゴルフを頑張っていきたいかなと思ってます。私も えと定年退職は私は自営業なので、はいはい、勝手にた、えー、定年退職できますので定年退職後は、うんえー、夫婦で、はい、まあ旅行に行きたいなとあの歴史が好きなのでこれも前回も言ったんですけど、はい、そういってあの、えー、歴史のある場所をですね な巡っていきたいなと思っています。夫婦で。笑って泣いて。行きますって。なるほど素敵な夢ですね。はい、はい。ぜひこの夢をね叶えていただきたいと思います。そしてゴルフの成績がね <laughs> あの良くなることを祈っております。はい。そしてラストは知念教頭先生の夢をお聞かせください。はい。えー、じゃあですねあのまあ学校としての夢もまあそれは置いといてですね。はい。えー。 一あの個人としてっていうんですか、はい、っていうんであれは、あのー、バックパッカーっていうんですか<お>安い子、はい、宿を巡りながら、えー、旅行し旅したいなっていうのがずっとありますね。はい、で私たちはあのどうしても学校で勤務していると夏休みとか冬休みにしか行けないんですよね。ですよねそうで,すねでこの安い時期と高い時期の,この差がすごくあってですね、はい、なかなかこう。 まあい,まあ、いけない部分があるんですけど、うん、まあ退職したらそういう安い時期にでもどんどんいけるのかなと思いながらで今ネットで、ねはい、探したら飛行機も宿も本当に安いのも、ねはい、そうですよね、はい、そういうのを利用しながら回ってみたいなと思ってますね。はいはい なるほどですね皆さんそれぞれ素敵な夢をお持ちで、ね、あのまたでもすぐに叶いそうですよねその退職した後であればね、はい、是非その夢を叶えてまたこの番組に出ていただいて、はい、その夢を叶えたよっていうお話がまた次の世代の子どもたちに聞いてもらえるね。 その夢子どもたちにとっても、ね、夢になればいいなと思います。はい、ありがとうございます今日もうこれでこの後終了となるんですけれども番組に出ていただいて最初先生と PT 会長が「<laughs> いや1時間無理だよ」と <laughs> んかもう30曲ぐらい流してよ」とか言ってましたけれどもいや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 もうたくさんお話ししてくださってあの番組の感想も簡単にお聞かせいただけますかははい、はいじゃあ えっとそうですね一時間とっても長いと思っていたんですよ。本当にこの本当にテーマで、でもね、貴乃さんやっぱこうあのプロですのでこうリードしていただいてことができました。え最初とても緊張したんですけど、今はそうでもなく。先生足りないじゃないですか。うんですね。ねえ、イエローブルいな。るほど。はい、良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてモラミサとカイいかがでしたか。えっとも私ももう三回。 見ているんですけど、やっぱりもう毎回出るたびにやっぱり緊張して、はいうん、そうですか。はい。はい、あのやっぱりあの司会の方の、はい、えとサポートがあって、はい、非常にですね <laughs>、えー、お話もですね、はい、スムーズに出るようになってですね、はいはい、まあ楽しい一時間を過ごすことができました。 ありがとうございましたそして途中からね協力の助っ人として参加して協力じゃないですよ協力の協力です協力にサポートしてくださいました富山委員長飛びり参加ということで何も頭を考えずにいえいえ参加してまさかこういう形でラジオに出れるとは今日本当は写真撮影のみの来ただけなんですけどまさか。 こんな感じで出るともう気になって嬉しいです。<laughs> そうだったんですね。はい、あの安心してください。あの FM コサというあのあのラジオ局はですね、来てくださった方、あのどんな方でも出てもらうんですね。あ,<ー>あの僕撮影なんです。っていうあの言い訳伝わりませんので、<laughs> あの、はい、安心して出る気分で来てください。はい。今後もあの撮影がてらあの出ていただくと思いますので、はい。また来ていただきたいと思います。 さあ、それでは番組もいよいよ終了の時間が近づいてまいりました。今日はですね、宮里小学校の、えー、知念教頭先生、そして諸見里 PTA 会長、そして広報委員から東山委員長が参加してくださっての、えー、番組、えー、を続けてまいりました、えー。来週はお隣の三原小学校となりますので、引き続き私担当をしようかなと勝手に思っております。この番組で業務報告をさせていただきました。<laughs> それでは、えー、本日も7時からお送りしておりました、PTA パートを楽しく INA これにて終了させていただきます。この番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りいたしました。それではまた来週。さよならありがとうございましたありがとうございました。 さあ皆様今今流れておりますエンディング曲でございますが曲紹介遠山広報委員長お願いしますはいスチャダラパー、はい、の今夜ブギーバックはいありがとうございました